はダンス以外にも美術館の業務を担当させていただいてるんですけれども、選手の気持ちを乗せて笑顔を届ける、運転しかしてないんですけれども、ファンの架け橋となるような存在になれるように、いろんなところから勝利での後押しをしていると思っています。美術館に乗って行くときに、その試合が良くなくても相手だけ、お前だけは頼むぞみたいな、そういう前向きな声っていうのは印象に残ります。ファンがとても熱いと思います。ドラフト前に一度内野席で試合を見た時あるんですけど、勝っても負けても、ね、選手を持って応援してるなっていうのはすごく感じたんで、弱い時もありがとうございます。